インドにてコルカタにあるイエシスターニベエディター、1867年10月28日から1911年10月13日は、アイルランド人の社会事業家、著述家、教育者、リベイカーナンダの弟子である。幼年時代と青年時代の初期をアイルランドで過ごした。父親や大学教授から、人間への奉仕は神への真の奉仕だという教訓を学んだ。 学校教師として働き、後には学校の解説も行った。1895年にロンドンでラーマクリシュナの弟子である宗教家、スワーミー・ビベイカー・ナンダに会い、1898年にコルカタに旅立った。ビベイカー・ナンダは彼女にニベイディターの名前を与え、1898年3月にはブラフマチャルヤの誓いを手ほどきした。百九十八年の十一月に、 彼女はコルカタのバッグバザー地区で女学校を開校させた。彼女は基礎教育を受けていない女子を教育することを望んだ。1899年にコルカタでペストが流行した際は貧しい患者の看護や世話を行った。ニベディターはラーマクリシュナを宗祖とする宗教団体ラーマクリシュナミッションと親密な関係にあった。 しかし彼女はインドのナショナリズムの分野で積極的に貢献したので政治活動を行わないラーマクリシュナミッションの活動から公的な関係を断った。彼女はサーラダーデイビーやスワーミー・ビベイカーナンダの兄弟,弟で子たちと親しかった。彼女は1911年10月13日にダージリンで死去した。彼女の墓悲鳴には インドにすべてを捧げたシスターにウェイリターはここに眠ると記されている。ありがとうございます。